アカデミーの初代会長を務めた。1723年、イングランド南東部デボン州のプリンプトンに生まれる。父親が教師であったため、父親から教育を受けた。1740年から1743年まで、肖像画家のトマス・ハドソンの下で修行した。サミュエル・ジョンソンと信仰が深く、1746年2月に、ロンドンの総法地区にある食堂で、 ジョンソンを中心として、ザ・クラブを創設し、エドマンド・バーク、オリバー・ゴールド・スミスらと毎週夜の7時に、集まり夜が更けるまで議論を交わした。当時ジョンソンから、人は友情を常に修復し続けなければならない。新しい友人を作らなければ、最終的には一人だと信言を授けられた。1749年に、オーガスタ・スケッペルと知り合い、 戦列感染チュリオンに乗船する。同年より1752年にかけてイタリアに学び、ラファエルロやミケランジェロなどの古典を熱心に研究した。しかしローマにいる間に病気になり、回復したものの聴覚の一部を失ってしまう。1768年にロイヤルアカデミーが創設されるとその初代会長となり、実作のみならず絵画の理論家、教育者としても、 大きな役割を果たした。レノルズは、ラファエロのような古典絵画の巨匠の様式を重視し、聖人、神話、歴史上の事件などを扱った、歴史画を、絵画ジャンルの首位に置いた。肖像画の制作にあたってもモデルを宗教的、歴史的道具立ての中で理想化して描いた。1784年に、アラン・ラムゼが亡くなると、首席級廷画家となる。1789年に、 左目の視力を失い、リタイアを余儀なくされる。歴史が進行を目的として、講話を出版。彼はまたフィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグが作成した、ミニチュア機械劇場エイドフュージコンを高く評価した。彼の残した名言の一つに、君が偉大な才能を持っているならば、勤勉がそれに磨きをかけるだろう。君が普通の能力しか持っていないなら、勤勉が、その不足を補うだろう。ガール。 保守的でアカデミックな制作態度及びロイヤルアカデミーの初代会長という肩書きから権威におもねった急兵な画家として21世紀の今日においては否定的に評価されがちだが長年独自の美術の伝統を築けずにいたイギリスにおいて職業人としての画家の地位を確立した功績は大きい特にマスターヘアカロラインハワード城などの 愛らしい子供の肖像画には、レノルズの本領が現れていると言える。ありがとうございます。